はい、では僭越ながら、それでは発表いたします。 TikTok 上半期トレンド大賞2024ミュージック部門賞はこちらです。TikTok 上半期トレンド大賞2024ミュージック部門賞は全方向美少女です。おめでとうございます。本日はミュージック部門賞全方向美少女を歌うノアさんにお越しいただいております。少年で見ても横から見ても下から見てもという歌詞に合わせカメラアングルを変える撮り方が話題になりました。印象的な歌詞とユニークな撮影方法に魅了され幅広い層から同じフォーマットで撮影した動画が増加しました。2024年6月時点での TikTok での楽曲総再生回数は19億回を超え多くのユーザーに愛されミュージック部門賞に輝きました。19億回って全然想像できない。あ、よくわかんない。ねえ、すごい数字ですよね。さあ、それでは TikTok エイパックゼネラルマネージャー佐藤陽一より縦の想定です。さあ、いかがでしょうか。センターのカメラにお願いします。ありがとうございます。このセッション以上となります。ノアさん、ここからお話をちょっと伺わせてください。おめでとうございます。まずは受賞された今の率直なお気持ちお聞かせいただけますか。ありがとうございます。すごく光栄です。本当に嬉しいです。ありがとうございます。どうでしょう、この受賞が今後ノアさんの活動にどんなことを起こしてくれると思いますか。今年の上半期に TikTok を通していろんな方に全方向美少女と私の楽曲を知っていただけて本当に嬉しいですし、これからもたくさん曲を作って TikTok 上でも皆さんに聴いていただけたらと思っています。なんかもうすごい気になるんですけど、たくさんの人が自分の曲を使われ始めた瞬間とかってどんな心境になるんですか。数とか数字がたくさんこう増えていくのも嬉しいんですけれども、なんかやっぱり TikTok ってこう流行りが巡るような場所で、世の中のいろんなところでこう全方向美少女という言葉とか動画を見るためにすごくそういうものを実感してきました。どうでしょう、今後の音楽活動の中でこの TikTok をどんな風に、向き合っていきたいかということも教えていただけますか。なんかチャレンジしてみたいことなども含めて教えてください。そうですね、 TikTok っていう場所、さっきもお話しさせていただいたんですけど、こう流行が巡る場所というか新たなトレンドが生まれる場所ですので、私自身も新しい流行トレンドを生み出せるアーティストになりたいなと思いますし、これからもたくさん誰かとコラボした動画を撮ったりだとか、そういうことにチャレンジしていきたいと思っています。あ、新しいものもいろいろ出していきたいと。どうでしょう、たくさんの人に見てもらうために何か工夫したことだったりですとか、なんかその投稿する際に工夫していることをぜひ教えていただけると嬉しいです。やっぱり一瞬で見つけてもらった瞬間にこう強烈な印象を残すようなものとかキャッチーなものっていうのを作るように心がけています。そして今日なんとミュージック部門賞を受賞した全方向美少女を披露していただけると。生で、はい、そうなんですよね。本当にいいんですか。もちろんです。うわ、ありがとうございます。では早速スタンバイお願いいたします。この場でもこの距離で皆さん生配信でね、僕らは
でもこの、ね、場で僕らは横から見る。そうですね、ありがたいですね。僕ね、皆さんは正面から見て、いや距離が近いですから今日この会場、あすごいな、ね、いいですね、楽器のスタンバイもあり、あも本当に皆さんその全方向美少女の、ね、曲を使っていろんな動画が、ね、上がってましたからね。今日はね、そういった、ね、動画のことも思い浮かべながらぜひこのノアさんのパフォーマンスをお聞きください。では準備が整ったようですので、はい、ご披露いただきましょう。楽しみです。ミュージック部門賞を受賞したノアさんで全方向美少女です、どうぞ。ミュージック部門賞全方向美少女でノアさん